シネガッチャ始まりました。坂井理恵です。本日はですね、綾野さんが新作映画をご紹介してくれるということで、よろしくお願いします。理恵さんからバトンいただきました。メイニシャ綾野です。イエーイ、ありがとうございます。というわけでですね、今回私が紹介させていただきますのはこちら、ドン、セイントフランシスという映画でございます。はい、リーさんに冊子と、チラシを持っていただいてます。こちらです。とってもね、あの緑の中にとても気持ちいい黄色がこうファッとあって、ね、すごい素敵な色合いですよね。色合いなんですよ。でね、しかもね、そのいろんなところに書いてあるキャッチがとっても素敵で、うん、夏が終わる頃私はもっと強くなる、足りないものばかりに目を向けて落ち込むのはもう終わり、不安だらけの人生に送る優しいエールというわけで、この煽りにちょっとなんか優しいなってほんわかした人見てください。もう私は劇場でおえつを漏らしておりまして、ちょうどですね、私いい時に、多分タイミングとして、自分の人生のタイミングとしていい時に見たなっていう作品だったので、解説どんどんしていきたいと思います。はい、まずは基本情報ですね。監督はアレックス・トンプソンさんという方がやってらっしゃいます。で、今作が初の長編映画となります。それまではあの短編映画をいくつも撮っていて、アメリカだけではなくて国際的な映画祭で上映されたりとか、ローマの国際映画祭では、カルメットっていう映画かなで、最優秀審査員賞を受賞して、そこからのつながりでミュージックビデオを撮ったりとか、プロデュースをしたりとかしてる、あの広くお仕事されているらっしゃる方です。で、脚本主演はケリー・オサリバンさん。今作が初の長編映画脚本っていうことなんですけど、いや、ちょっと信じられないぐらい、すごくリアルと重くすればいくらでもできるテーマがいっぱい盛り込まれてるんですけど、それもあの主役のブリジットっていう役なんですが、うん、とてもいいバランスで乗り越えていく、その悲劇のヒロインになるでもなく、完全無欠のヒーローみたいに惜しく突き進んでいくわけでもなく、うん、ただいろんな問題はこうそこここにあるんだけど、うん、日々も過ごしていかなきゃならんみたいな、でそのサバイブ力が強い、まあ、ヒロインというんですかね、をあのやっていて、そのバランスがとてもいいなと感じました。で、ちゃんと伝えてほしいことは伝えてくれる素敵な脚本だったと思いますし、ブリジット役も本当に良かったので、他の作品で広がってまたスクリーンで出会えることを楽しみにしている、女優さんです。すごいですね。でも脚本主演ってすごいですよね。です、初脚本でこれかいっていう、すごいですよね。ちょっと末恐ろしい才能を感じています。同い年でした。すごい。はい、でそれから、タイトルにもなっているフランシス、うん、フランシスあの、うん、女の子、ちっちゃい女の子がフランシスです。可愛いらしい子ですね。この子はラモーナ・エディスちゃん。作品に出た時はなんと6歳だそうです。今は10歳だそうで、末恐ろしいです、こっちもね。すごい奔放で利発で、その弟が生まれてくるんですね、フランシスに。で、あの、ママたちがそっちにかかりきりになるのをこう肌で感じながら、あの、ちょっと寂しくて、みたいな気味もすごく自然で、ちょっと生意気で、みたいな。よかったです。で、今すごいフィギュアスケートに夢中で、夢はオリンピック選手だそうですけども、あのちょっとだけそんなあのフィギュアをねやってるシーンもあるので、可愛いので見てみてください。それからマヤ役にチャリン・アルバレスさん。この人は、フランシスのお母さん。フランシスのお母さんのカップルは、2人とも、まあ、女性レズビアンのカップルということで、フランシスの弟を今妊娠中というところで、あの妊娠出産の疲れとかそのキラキラしてないのがいいんですよ。あ、なるほど。日本の、ね、ママの描写ってやっぱりあのキラキラしてて、あのママでもこんなに可愛くてみたいなの結構あるんですけど、そこをあのそのままもう疲れたっていう気の身気のままでいるところ、でもそれでもすごく品がある女優さんで、とても良かったですね。それからアニー役にリリー・モジェクさん。フランシスのママの一人で一家の大黒柱、まあお父さんみたいなところかなっていう感じなんですけど、すごくかっこいいです。で、他も素敵なキャストさんがいっぱい揃ってましたっていうところで、まああらすじなんですけどね、あらすじブリジット34歳独身、大学は1年で中退、今はレストランでウェイトレス、うんね、この時点でわって思った人とか、あっとか胸が痛いってなった人は、そんな人こそ見てください、この作品。私はその一人ですが、もうほんとめっちゃ泣きました。マジで泣きました。あのそんな彼女はこの今回ね、レズビアンカップルのマヤとアニーの娘のフランシスの面倒を見るあの子守のナニーとしてですね、あの夏の間だけ雇われることになりますけれど、仕事が決まったのにカジュアルな相手との間に予期せぬ妊娠が発覚
すぐに産まない選択をして手術をするんですけど、術後も出血は続いて、まあ万全ではない体で、決して完璧ではない人生なんだけど、フランシスとかマヤとかアニーとか、それから自分の体と向き合って日々を過ごしていきますっていうようなお話です。もうね、どういうことよっていうね。よくまあこの主人公をここに主人公にしたねっていう、多分キャリアウーマンでとか、若いうちにお金持ちと結婚してみたいな夢みたいな生活をしてる人はやっぱりこのピラミッドの一番上の方で、で、大部分の人はやっぱりこういう風に生活をしているみたいなところを、認めてくれる映画というか、そういう感じがしましたね。で、見にして見どころです。まあ3ついろいろ書いたんですけど、まあ言っていくと、まあこの本と書いた3つまんまなんですが、その女性のあるあるがとっても描かれている映画でした。すごい赤裸々に。なんか、生理とか堕胎とか、あんまりリアルには書かれなくないですか？普通あんま見たことないですね。その辺、デリケートな部分ですから ね。日本のね、生理の CM なんてキラキラしてるじゃないですか。キラキラしてる。そんなキラキラしてないんですよ。爽やかな女性が走ってね。そうそうそう、ね。そういう人が多いですね。真っ白みたいな、なんか白いワンピースとか着て、いや、絶対血つくやんみたいな、そういうね、あの感じで書かれるじゃないですか。で、もう堕胎のことなんかはもう、下ろしたら終わりと思ってらっしゃいますかみたいな気持ちもするぐらい。という感じであんまり描かれないですよね。で、アメリカでも、もうこれアメリカの映画ですけど、先日オクラホマ州で受精した段階から中絶禁止っていう中絶禁止が、法がね、施行されることになったりとか、他、まあこれは性暴力とか母体が危険になる場合は除くそうらしいんですけど、あとはテキサスでは妊娠6週目以降、性暴力や近親相姦でも一切の人工中絶を認めないってする法律が2021年9月に決まって、妊娠検査薬でも検査が出る、検査結果が出るのって4週目以降なんですよ。だから多分6週目とか言われると不調に気づかなくてとか、絶対ある週なんだと思うんですよ、6週目。だから、そういうことを考えて、すごくタイムリーな映画なのかなと思いました。2019年に多分制作が始まった映画ではあるんですけれども、タイムリーだなと思いました。まあ、カジュアルな関係で彼がね、僕も傷ついたみたいな感じ出すんですよ。出してくるんですよ。そうかもしれんけど、体張って不調にも耐えて血を流してるのは私じゃって言って、切れるブリジット最高にかっこよかったので、なんか、見て欲しいなって思いますね。で、もちろん主人公の背景というか設定もすごくリアルで、私なんかど真ん中すぎて、ほんとド頭からダメージを受けすぎて、ド頭のシーンで合コンみたいなところにね、いきなり行くシーンとかから始まるんですけど、男性からね、30過ぎてから定職ついてないとかさ、とか、結婚とかもね、とか、あ、君若いからいいだろうけどね、あ、私34。みたいな、そういう、ちょっと凍りつくシーンみたいなのとかがあるんですけど、そういうのどこに行っても変わらないんですね。やっぱり国でもね。で、だから人の人生だからほっとけと思いつつも、それってすごく、なんか、なんだろう、女性って言われすぎて呪いみたいになっていて、な、人に迷惑かけずに生きているからいいじゃんとか、虚勢張ったりするけど、どこかで私は普通ではないとか、劣等感をやっぱり感じてしまう。そんなシーンがすごくたくさん出てくるんですよ。で、堕胎も自分で彼女は決めるし、ブリジットは決めていくし、何を言われても揺らがないんだけど、誰かに、例えば、その堕胎をすることがダメだと思うって聞いた時に、いいんじゃないとか、いや、それはあなたの選択でしょっていうようなのを、ジャッジをせずに、いいとか悪いとかも言わずに、受け入れられた時に、ほっとして泣いちゃうっていうすごいシーンがあって、普通って言われるいろいろなものから外れた人を、すごい救い上げて救って、寄り添ってくれるような作品だなって、すごく思いました。フランシスのママたちのジェンダーのこととか、肌の色とかもすごいいろいろなことが、ポツポツと辛いこと出てくるんですけど、それも乗り越えて、いるんですよ。やっぱり生きていくから。っていうのも、その、強いというか人間ってすごいなってやっぱり思うし、で、男性も女性もそういうのって関係ないけど、それをそのまま描いてくれるっていうのが、真摯な映画だなっていう印象を持ちました。で、その世の中のめんどくさいことを知らん子供のフランシスが、その彼女たちをかっこいい、ママかっこいいとか、ブリジットかっこいいとかって認めてくれたりとか、仲良くしてくれたりすることで、こうなんか、いいのかなって、自分はこれでもいいのかなって優しくなれるシーンがすごくたくさんあるし、だから、
ちょっと自分に劣等感を感じたりしている人にとっても見てほしい作品だなと思います。ちょっと救われます。で、何かが別にすごく大きく変わるとかっていうことでは全然ないけど、ちょっと深呼吸したりとか、空を見上げてみようとか、ちょっとヘドバンしようかなとか、そんな気持ちになれる映画だと思います。私もその男性が悪いとか女性が悪いとかそういうことではなく、男性は家父長制的な、ね、家族養わないといけないとか、大黒柱でやっていかないといけないとかっていう、やっぱり呪いがあると思ってるから、だから別に男性が女性がっていうことではなくて、お互いのその、きっとね、悪いところを、いやだってこっちもこんだけ我慢してんじゃんとかっていう攻撃をするのではなくて、じゃあそこがめんどくさいんだったら、こっちはこうやって変えていけるかもしれないけど、私たちはここが辛いけど、じゃあここはどうやって変えたりしてくれることができるみたいな、そういう建設的な世の中のその話し合いをできるような世の中になることを私は望むなって、まあそんなことを改めて深く考えられるセイント・フランシスというちょっと映画でしたね。で、この、まあちょっと面白い映画だったんですけど、そんなこんな映画、あ、かわいいイラストが。はい。上映は2022年8月19日、ヒューマントラストシネマ有楽町さん、新宿武蔵野館さん、シネクイントさんでロードショーです。で、都内以外でもやるんだと思うので、ホームページをぜひご覧いただければと思うんですけど、特別鑑賞券はおまけ付きで、I'm Clueless! っていうセリフのね、になってる吹き出し型のコースターで、とっても可愛かったので、ぜひぜひ見に行ってみてください。The milk is sour. I've barely been to college and I've been doubtful of all that I've dreamed of. The brink of my existence essentially is a comedy. The gap in my teeth and all that I can cling to. The milk is sour. So you'd start in June when Franny gets off for school, and in August we'd set you free again. Franny, you have a very important call. Okay, here's Francis. We're done. Do you have a boyfriend? No. Girlfriend? No. Do you have a boyfriend or a girlfriend? I'm for sure getting rid of it. I saw on Facebook that Jill Stafford was pregnant. Please stop friending my friends. I'm trying to see what's going on with you. You can ask what's going on with me. She's been married for a while now. I'd started to wonder if there was something wrong. It's a risk waiting that late. She's my age. Exactly. Throwing out the milk, the olives got old. I'm tired of my mind getting heavy with mold. I need to start a garden. I need to start a garden. I apologize. Gonna start a garden. I'm smart! I'm smart! I'm brave! I'm brave! I'm the coolest! I'm the coolest! Go get him. どうですか？こんな感じなんですけど。うん。ちょっとすごく気になりますね。確かになんか、日本の映画とかだと、ドラマとかだと結構、本当タブー視してる部分を、多分すごくポップに描いてるんだろうなと思って、そういう部分がある映画って少ないから、ぜひ、いろんな人に見ていただきたいなと思うし、私もぜひ見に行きたいと思います。ぜひぜひ、行ってみてください。はい、それでは、セイント・フランシスでした。ぜひ見に行ってみてください。ありがとうございました。